皆さんこんばんは、 MK です。ルイージマンション3パート4やっていきましょう。前回に引き続きカバンを持っていったメイドのお化けを追いかけたいと思います。左の部屋に逃げていったはずなんですが、一応端っこまで見てみましょう。なんかあるぞ。ドクロの目のところに光のマークがありますが、はい、これピカッとすれば何か出てくるんでしょうか。中からお金か。できればクリスタルがいいんですけどね。はい、お金を全部入手して、これは引っ張れば中なんか見えたりする。穴が開いてるパターンがちょくちょくあるんですが、何もなかったね。ゴミ箱の中にはハート、ありがたい。まあまあまあ、体力そんな食らっていませんでしたが、よし、じゃあ戻りましょう。こっち側に行って、ここですよね。多分この部屋にお化けは行ったと思うんですけど、こんにちは、いました。はい、ここ、待って、ピカッと引っ張って吸い込んでいきましょう。いけるぞいけるぞ。あれ、なんだこれ、どうすればいいの。待て、この状態じゃ引っ張れないな。あ、Y か。わかった。あ、まあ、まあ、落ち着け、落ち着け。はい、ここ、待て。落ち着け。ダークライトじゃないよ。はい、これ、引っつけて引っ張っていきましょう。これで、カバンを返してください。あれ？カバンを返してほしいだけで、あんまり攻撃するつもりはないんですけど、とりあえず、待ってよ。それ、つけたまま行ったな、あいつ。なんで？つけたままあっちに行ってしまいました。戻りましょう。なんだ、あ、またバーチャルボーイに連絡が入っています。どうしました？そういえばルイージ君よ、君に一つ豆知識を教えてやるぞい。君が扉を通るたびに、それまでの進捗が自動的にセーブされる仕組みになっておるのじゃ。ただし次から次へと急いで扉を出入りするとセーブされないこともあるからの。まあ10秒くらい間を空ければ大丈夫じゃろう。何事も慌てるではないぞ。そういうことじゃ。それじゃあ引き続き頑張るんじゃぞ。慌てるなって言ってますけど、前回一番慌てていたのは小山博士ですよね。私に何回急げって電話してきたことか。よーし、じゃあ次の部屋行きましょう。お化けいますか？どこ行った？さっきのお化け。こっち側廊下に出たと思うんですけど、とりあえず進めばいいんでしょうか。いますか、お化けさん。一応全部の部屋入っていきます。マップを見ればわかるとか、そういう話。マップを見てみましょう。わかんないな。どこにいるかはわからないみたいですね。じゃあ一部屋一部屋また入っていきましょう。ここにいますか？いました。はい、ここ Y でまずひっつけて、これを引っ張っていこう。OK。 なんかこれちょっとかわいそうになってくるよね。はい、でまた Y でひっつけて、もう今度は隣の部屋に逃げました。はい、ここじゃあ入っていきましょう。ここにいますよね。あれ、どこ行った？これを引っ張れば出てくるんでしょうか。はい、引っ張って、あれ、どこ行きました？どっかにいると思うんですけど、はい、ここはお金を入手して、いないですか？蛇口をひねってみましょう。出ませんね。トイレ？トイレの中に隠れているんでしょうか。ネズミしかいませんでした。あれ、じゃあいいんですかね。じゃあ帰っちゃいますよ。はい、こっち側行きましょう。さっきのお化け右側に行ったと思ったんですけどね、一応マップで見るとその隣にもう一部屋あるんですよ。そこに行ったんじゃないかな。どうやってそこ行けばいいんだ。なんだこれ、あ、これをぶつけるんじゃないの、ここに。はい、ここぶつけて OK。 なんとかこれでクリスタル一つゲットできました。クリスタルって呼ぶのかな。まあ私はクリスタルって呼びたいと思います。この中にいますか？こんにちは。あ、やっぱり歯磨きお化けしかいないか。どうやってその歯磨きお化けの場所に行けばいいんでしょうか。あと行ってない部屋がどこでしたっけ。ここって入ったかな。506号室に入っていきましょう。いるじゃん。待てよ待てよ、落ち着けって。そんな食らう。しかもまずはこの Y ボタンのやつを当てないといけないんですが、全然当たんないんだってこれが。落ち着け落ち着け。はい、 Y を当てて OK。 そしたら吸い込んでいきましょう。で A ボタンを連打してダメージを与えていく。 OK。 なんとか倒しました。でこれで小山のカバンゲットですね。はい、こいつは吸い込んでしまいましょう。大丈夫？大丈夫だよ。この中に入ってあのお化けコレクションに加わってください。よーし、 OK。ボスっていう扱いではないのかな。よーし、とりあえずじゃあ小山のカバンを持ち帰りましょう。ポケットに入る？ルイージ。はい、ポケットに入りました。よくわかんないけどね、仕組みが。お、中から新しいエレベーターのボタンまで手に入りましたね。これはラッキー。新しいフロアに行けるようになりますよ。ルイージさんもご機嫌で踊っている。お、バーチャルブーに連絡が入っていますね。小山さん、なんでしょうか。お、カバンと一緒に新しいボタンまで手に入ったようじゃの。よくやった、ルイージくん。それではベースラボまで戻ってくるのじゃ。あそこはなんか転送してくれたりしないんですね。わかりました。じゃあベースラボに戻っていきましょう。どこだったっけ。まずはエレベーターを探せばいいと思うんですが、何も出てこないでね、もういいよ、お化けとか。こっち側でしたよね。ここの右だったか。
右に、はい、違うな、左だな。全然マップが頭に入っていないんですが、はい、ここボタンを押して下に行きましょう。ベースラボは地下の1階でしたよね。お、何ですか？あ、ルイージさん、新しいボタンを設置するんですね。はい、じゃあ3階に行けるようになるのかな。また勝手に動いた。なんでこれ勝手に動くんでしょうか。中にお化けでも入っているのかな。はい、これで3階に行けるようになりました。小山さん、何ですか？ルイージ君、どうやらこれで3階にも行けるようになったようじゃな。じゃがその前に、まずはわしのカバンをベースラボまで持って帰ってきておくれよ。大丈夫ですよ、持って帰りますから。じゃあ地下1階に行きましょう。ここをポチッと。そしたらあれだね、謎のエレベーターの待ち時間があるんですが、何をすればいいんでしょうか。この時間はなんか早めたりとかはできないですよね。じゃあもうひたすら待つしかないですね。待っていきましょう。まだですか？お、着いたみたいだ。はい、じゃあ地下1階行きますよ。ここのどこだったっけ。ベースラボはこっち側か。ここの上にある扉に入ったと思うんですが、ここでしたっけ。ちょっとベースラボって看板立てといて。そうですね、はい、ベースラボに戻ってきました。カバンの中には何が入っているんですか博士。よくぞ無事に戻ってきたルイージ君。さあカバンをこっちによこすんじゃ。よこすんじゃって、もう私は命がけでこれを持ってきたんですから、まずはそこを褒めてくださいよ。フェッフェ、これじゃよ、これこれ、今こそこいつを実戦投入する時が来たのじゃ。わしももう年で自分でお化けを捕まえられんからの、代わりにと思って助っ人を開発したのじゃよ。おっと、助っ人ですか。小山博士のコピーとかそういう話なんでしょうか。中には何が入っているんですか。何それ。これぞ天才小山の最新の発明品、その名もグーイージ君じゃ。お、グーイージ君か。これあのルイージマンション1のリメイクにいましたよね。こいつはなかなか開発に苦労したぞい。試作品を誰かに動作テストしてもらったりもしたの。それ私です。ルイージマンション1の頃の私ですね、それは。ん、これのどこが助っ人なのかじゃと。まあそう焦るではない。ほれルイージ君よ、オバキュームにセットするからちょっと後ろを向くんじゃ。なるほど、こういう感じでストーリーはつながってるんですね。ルイージマンション1のリメイクだと未来の小山博士からこれをもらったんですよね。よし、これでセット完了じゃ。それではルイージ君、まずは訓練と行くぞい。一旦表に出るんじゃ。わかりました、これで操作方法を教えてください。なんか結構楽になるのかな、これで。なんだ、上に檻がありますけど、どうすればいいんですか。なんだ、はい、ポチッと押せば、なんか回転してるよ。大丈夫、怖いんですけど。中に入れられた。待って、どうすればいいんですかこれは。小山博士、なんで閉じ込めた私を。グッドじゃなくて、何がグッドなの。まず説明してください。小山、フェッフェッフェ、わしの罠にはまったなルイージ君よ。というのは冗談じゃが、悪いが閉じ込めさせてもらったぞ。ルイージ君、早速じゃが、グーイージ君を使ってそこからなんとか脱出してみせるのじゃ。どうすればいいんですか。グーイージ君は R で出現させることができるぞい。消したい時は2回続けて R を押し込めばよいぞ。つけたい時は R を1回押す。これで、おー、グーイージ君が出てきました。じゃじゃん、見よ、これが君の助っ人となるグーイージ君じゃ。グーイージ君は鉄格子や通気口なんかの細い隙間をくぐり抜けることができるのじゃよ。なるほど、今まで通れなかったところはこれでいけそうですね。体がとても柔らかい材質でできているからじゃ。ほれ、早速試してみるんじゃ。これで普通に動けばいいんですか。はい、ここを通って。すごい、グーイージ君。うむ、その要領じゃ。基本操作はルイージ君と一緒じゃからな。そうそう、 R を1回押し込むごとに2人の操作を切り替えられるから覚えておくんじゃぞ。R を1回押せば、あ、なるほど、これでルイージが動ける。でもう1回押せばグーイージ君が動けると。で、これでも吸い込めたり、あ、できるのか。グーイージ君の状態でも、え、なんで消えちゃったんですけど。フェフェフェ、実はグーイージ君にも弱点があってな。水に濡れると溶けて消えてしまうんじゃ。気をつけるんじゃぞ。なるほど、じゃあもう1回 R を押し込んでグーイージ君を出していく。で、水に当たらないように進んでいきますよ。外側を回れば当たらずに行けそうですね。オッケー。で、これを回せばいいんですか。水に当たった。めちゃくちゃギリギリ水に当たったみたい。そしたらまた R を押してグーイージ君を出していく。なんかそこの左側気をつけましょう。そこに当たらないようにこっち側に回っていく。そしたらこれは、あ、なるほど、吸い込めばいいんだな。はい、吸い込んで吸い込んで、ルイージ君の鉄格子を開けるけど、どうすればいいのこれは。R を押し込むごとに2人の操作を切り替えられることは説明した通りじゃが、吸い込んだり引っ張ったりと何かアクションを続けたままの状態でも操作を切り替えられるぞい。なるほどね。じゃあこれで吸い込んだまま R を押して切り替えていきましょう。そうすればこっち側で動けるようになると。
なんとか脱出成功しました。これでいいですか？フェフェフェ、お見事じゃルイージ君。どうやら安心してグイージ君を任せられそうじゃな。よし、それでは訓練はひとまずおしまいじゃ。一旦ベースラボに戻るとするぞ。あ、これは結構使えるかもしれないね。ルイージ君、なかなかの腕前じゃったな。そんな君にここで一つ知らせたいことがあるぞい。実はこのベースラボのセンサーが奇妙な建物の存在を感知してな。調べてみたところ、このホテルのすぐ近くにおどろおどろしいタワーがあることが分かったんじゃ。ルイージ君、仲間探しに必死なのは分かるが、たまには気分転換にタワーに行ってみてはどうじゃ。気分転換になるかな、それは。私は今すぐにでもマリオを助けたいところなんですが、捕まえがいのあるお化けがうようよいるそうじゃぞ。腕試しにはもってこいじゃ。行くの？タワーへはベースラボからいつでもアクセスできるようにしておいてやったからの。マルチプレイのテラータワーを選べば挑戦ができるぞ。よろしくの。あ、それはマルチプレイでしかできないのか。そうそう、気分転換といえばもう一つ、プレイランドで息抜きするのもおすすめじゃぞ。友達とミニゲームで対戦することができるぞい。友達いないんだけど一人でもできます？それは最大8人まで参加できるからの。フェフェフェ。さて、何の話をしておったかの。そうじゃ、新しいフロアへ行けるようになったんじゃな。よし、では早速エレベーターに乗り込んで、お次は3階へと向かうんじゃ。じゃあエレベーターへ向かいますか。ホテルを探索しに行きましょう。そのプレイランドとか、なんだったっけ、テラータワー、そこは今は行く必要なさそうですね。多分マルチプレイでしかできないんだと思います。よし、そしたらエレベーターに戻っていきますよ。どんどんストーリーを進めていきましょう。今までの鉄格子とかもやってもいいんだけど、待って、これお金じゃない？おっと、これはお金ですね。ありがたい。観葉植物になぜか札束が引っかかっていました。そしたら中に入って3階に向かいましょう。地下1階から3階なんでそんなに遠くないと思いますが、今のところ地下1階と1階3階5階に行けるのか。まだ半分も集まってないですね。なんとか今後もエレベーターのボタン探し頑張っていきましょう。と言っている間に3階に着きました。新しいボスとかいそうですね。なんだ、ルイージが脅かしにかかってどうするんですか。よーし、じゃあ行きますよルイージくん。なんとか怖がらずに進んでいきましょう。なんなんだここは。ショッピングセンターなのかな。左側にカフェのマークがあるんですが、とりあえず行ってみます。これはマップがあるのか。今どこにいるんだ。エレベーターがここか。うん、違うな。エレベーターどこ全然わかんないんだけど、このマップ。とりあえずこっち行く？扉を開いて開かないか。鍵が必要みたいですね。じゃあ右側から行きましょう。この辺はダークライトではないかですね。ここは入っていいですか？トイレ。トイレのマークがついていますけど、あー、入れないっぽいですね。今は清掃中なのかな。あ、なるほど、男子トイレにしか入れないんだな。女子トイレに入ろうとしたのが間違いだったみたいだ。ここ光ってるけど何？なんか光ってるよ。吸い込めばいいとかそういう話？違うな。 ZLZR でもないか。 X でも開かないですね。じゃあこっち側は？開かないな。みんな入ってるんでしょ。あ、グーイージ君か。待てよ、ここグーイージ君で下から通れるとかそういう話？違う？あ、全然違うわ。全然違いました。R を2回押してグーイージ君を戻しましょう。で、吸い込んでもダメだし、LR でもダメだし、押し込んでもダメなの。あ、待てよ、これか。 Y でくっつけて引っ張るとかそういう話？引っ張れば、おっと、いけた。なんとか鍵ゲットしました。どれが正解なのかいまいち分かりにくいな。よーし、なんとか鍵ゲット。そしたら隣も一応開けていきましょう。はい、ここすっぽんと引っ掛けて A ボタンで壊していく。中にお化けがいたけど、これは？あ、お化けの石像？これは偽物ですね。本物のお化けではなさそうだ。じゃあ札束をゲットしていきましょう。あいつも壊れたよ。あ、待てよ、これ換気扇じゃない？ここにグーイージ君を入れていきましょう。グーイージ君、この中入れますか？あれ？入れないか？これ吸い、あ、待って、これなるほど。一回ダブルをして吸い込んだら、これはあれですね。Y でくっつけて引っ張るやつだ。グーイージ君じゃありませんでした。そしたら、ここがグーイージ君か？いまいちわかんないんだけど、一旦グーイージ君出してみましょう。で、この中、お、入れるぞ。グーイージ君で中に入っていく。女子トイレに入りましたけど、あー、水が。なるほど、そうなっちゃうのか。待てよ、どうにかしましょう。ここ、はい、グーイージ君で入って、水に当たらないようにしたいんですけど、どうにかなります？これ。あー、どうにもならなそうだな。Y でなんか引っ掛けたりしても無理だよね。そっち側、内側からなんか扉を開けたりとかはできないか。え、じゃあこれ無理か。グイージ君でなんとかこっちまで来れたんですけど、どうしようもなさそうですね。じゃあこの辺を引っ張って、これで、あ、待って、いけそう。待て待て待て、
これでなんとか扉を引っ掛けたいんだけど、あ、無理か。パタパタ動くだけで特に反応しませんね。押し出してもなんとかできなそうだ。ダークライトも関係ないよね。ダークライトでどうにかなるとかっていう問題でもないか。なんかいけそうなんだけどな。とりあえずじゃあ戻りますか。グイジ君入った意味ありませんでしたね。さよなら。よーし、じゃあ鍵も手に入れたので奥に進んでいきましょう。先に右行ってみる。なんかあるかもしれませんが、なんもないか。ここにまた電話がありました。一応出てみましょう。こんにちは。誰か出ますか？誰も出ないね。なんかこの電話も最終的に動くようになるんでしょうか。はい、ここに落ちていた鍵を手に入れて、これ Y とかでなんとかなる？なんともならないか。うん、故障してますね、完全に。わかりました。じゃあ鍵を手に入れたので左側行きましょう。ここは？なんだろう、喫茶店とかそういう感じなんでしょうか。はい、鍵を使って開けていきましょう。さっきのマップはこの中の話なのかな。はい、開いてください。中には何が入っているんですか。おーっと、回転扉だ、びっくりした。そしたら奥に行きましょう。ハート型のガラスがありますが、中に誰かいる？ルイジさん、おー、どうしたの？何にびっくりした？上には、おっと、お化けがいましたね。看守がいますよ。あの人が鍵を全部持っている。あの人から鍵を奪いたいんですけど、どうにかなるのかな。なんかびっくりしてるよ。なんだ、バレたか？やばい、ルイージがいるのがバレたかもしれません。大丈夫か。監視がそっちを見ていますが、ルイージバレないでよ。監視そっち行った？あ、そっち行ったね。なんだなんだなんだ。ルイージそっちにいないよ。これか、自販機がカタカタ鳴っているんでしょうか。中からネズミか。でもこいつ物音に敏感みたいだな。物音を立てないように進まないといけないってことですね。なんだ、鍵を落としたぞ。なんでそんな謎のタイミングで鍵を落としたんだ。その前にここの鉄格子、多分グーイージ君通れますね。ここグーイージ君で通っていきましょう。中には何があるんですか。これは X で調べれば何ができる。あー、鍵が必要だな。結局鍵がないとグーイージ君で入っても意味がなさそうなので、一旦ここは出ていきましょう。でダブルで押して戻していく。いいぞ、グーイージ君なかなか役立ちますね。そしたらここ上に登って右側でしたよね。いないでよ。多分いないと思うんですけど、さっきの人は。あ、待て、そこピカッとできるな。何ですか、ルイージ君見たかね。警備員のお化けがエレベーターボタンを持っておったぞい。エレベーターボタン、持ってた？私鍵しか見ていませんでした。あれ、これはなんかそっち側行けないんだけど、どうやら警備室に入っていったようじゃな。すぐに奴の後を追うんじゃ。わかりました。じゃあとりあえずさっきの鍵を手に入れましょう。 OK、 スペードの鍵を入手しました。ここは星型の扉なのでスペードの鍵は使えないみたいですね。じゃあここピカッとしていきましょう。ピカッと、何が出てきますか。ネズミがいっぱい出てきた。やめて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 。はい、ここピカッとしてネズミを退治していく。そんなに入ってたか、さっき一体しかいなかったと思うんですが、これだけ。なんかもう一回やれば大金が手に入るとかそういう話。もう一度ピカッとやってみましょう。おっと、手に入りました。クリスタル1個ゲットしましたね。ありがたい。ちなみにもう一回やればなんか出たりします？なんだよ、2回やるとかそういうパターンあるのか。それはわかんないな。ここ覗けるみたいですね。はい、 X で覗いていきましょう。いるな。待てよ、監守が、2のボタンを持ってますね。あれが欲しいんですけど、グイージ君ここ入れますか。多分この高さじゃ入れないと思うんですが、一応やってみましょう。入れませんね。はい、じゃあそれ返してください。そしたらスペードの鍵を使う場所を探さなければいけません。さっきの鉄格子の中はあれだったよね。あ、待って、ここじゃない。あー、違うな、スペードじゃない、ダイヤだ、ごめん。ダイヤとスペードをかなり間違えていました。ここはスペードなので開けないですね。じゃあダイヤの鍵をどこかで使いたい。ここか、あ、ここですね。 OK、 ダイヤの鍵ここですよ。使える？ここの中で鉄格子に入んないとダメか。そしたらグイージ君に持たせましょう。グイージ君これを持ったまま中に入ってくださいな。 OK、 どういう仕組み？中の鍵は透過しないと思うんですけど、そしたらここに鍵を入れていきましょう。これでそこの扉が開きますか。はい、ここでなんだなんだなんだ、レジから何か出てきました。今度はハートの鍵。おっと、待って、お化けがいる。グイージ君それ気をつけて。あれ、グイージ君全く驚かないですね。お化けは全然見えてないみたいだ。あーっと、待って、持ってかれちゃうよ。嘘でしょ。
待ってな、あお前だよお前、ちょっと返してそれ。はい、これ吸い込んで吸い込んでいきましょう。さっきのスペードの鍵を返してください。はい、これでダメージを与えていく。結構いいんだ。待って、結構いるぞ。はい、ここピカッと光らせてダブルで吸い込んでいきましょう。引っ張れ。はい、ここまた A で叩いていく。いいぞ。これで倒せるでしょうか。オッケー、なんか壊しちゃった。なんか一個壊しちゃったけど、あ、待て、こっち側じゃん、壊すべきは。やらかした？これどうにかすればできそうだな。待てよ。あー、わかった。 Y ボタンだ。 Y でこれをやって引っ張ればいいんだ。で、これを引っ張った、ん？違うな。あれ？待てよ。 Y でこれに引っ付けて、これで引っ張る。たら A でここにぶつける。 OK。なんとかこれでクリスタル手に入りました。かなり野蛮な方法でしたが、しょうがないですね。よし、こういう感じで収集要素も頑張っていきましょう。そしたらここは出れますか。別に扉が開くわけではないのか。はい、ハートの鍵を入手しましょう。そしたらグーイジ君、一旦お休み、ありがとうございました。で、ハートは下側でしたよね。下に行きますよ。エスカレーターは完全に動いていない。左側がクローバーなので、一旦こっちに行きましょう。そしたらグーイジ君、また出てきてください。で、ハートの鍵を持って中に入っていきましょう。ここですね。はい、じゃあここの鍵を開けますよ。またお化けが出るのか。もうお化けはコリゴリなんですが、はい、中を開けると何が出てくる。中からオッケー、スペードの鍵ゲットしました。え、スペード、ありがたいねそれは。待って、またお化けが持ってるよ。どこ行った。待って、この辺にいるな。この辺ピカッとやれば出てきそうですが、あれ、これか。これを吸い込めば出てくるとか、そういう話。服を脱がしてしまいましょう。なんも、あ、これか。これを引っ張ればそこが開いて関係ないな。あれ、待てよ。さっきそっち側に行っちゃったんですけど、どうすればいいんですか、これは。ZLZR でもどうにもならない。一旦この辺のお札は取るとして、これを引っ張ってもしょうがないな。あれ、どこ行った、さっきのお化け。この辺引っ張る？いや、関係ないと思う。こっち側か。グーイジ君いますが、ダークライト違うか。え、どういうことだ。あ、これか。これでこれを引っ張る。よくわかんないけど、はい、引っ張っていきましょう。そうすれば中からお化け出てこないんかい。え、どういうこと。はい、ここに引っ掛けてこれを引っ張ればいいんですか。引っ張って壊せばお化け出てこないんかい。え、なんだ、全然意味わかんないんだけど。この辺も吸い込んじゃうけど特に意味はない。あれ、あ、こっち側か。ここになんか光ってるのありましたね。はい、ここピカッとやっていきましょう。そうすればそこが開くと。なるほど。おっと、中に大量のお金がありました。これはありがたい。オッケー、お金大量に入手していきましょう。で、お化けはどこ行った。お金もいいんですけど、お化けが欲しいな。そこにいました。めっちゃちっちゃい。なんだこいつ。めっちゃちっちゃいお化けがいっぱいいるとか、そういうパターンか。それもまた困るな。待てよ、その前に、一旦お金を回収しましょう。お金を全部取ってからやりたいんですけど、待って、そういうのは待ってくれなそうだ。一気に吸い込んでしまいましょう。 OK。 あとどこ行った。待て、まだいるな。はい、ここピカッとやって吸い込んでしまう。 OK。なんとかこれでスペードの鍵取り返しました。そしたらこの辺のお金も全部入手していく。クリスタルはないですか、大丈夫。ここにも一応引っ掛けれるところがあるのでやっていきましょうか。はい、 A ボタンで壊しても何も出てこない。これはカーテンがありますけど関係ないか、大丈夫か。え、なんか気になるな。絶対なんかあると思うんだけど、でも何もないんで。おっと、この辺吸い込んだら出てくるとか、そういう感じ。プレゼントボックスからも何も出てこない。じゃあ行っちゃうよ。はい、じゃあスペードの鍵を手に入れて行っちゃいましょう。んー、なんかありそうだけどちょっとわかんないので、これはもうルイージに渡してしまいましょう。よーし、そしたら時間的にも今回はこれくらいにしたいと思います。次回はスペードの鍵を使って進んでいきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。